こちらにローズさんはいらっしゃいますか？何の用だ？話がしたいんです。それは無理だ、帰ってくれ。お願い、どうしても会いたいんです。私がローズよ。どんなご用かしら？助けてくれると聞いて。助ける？来なさい、中で話しましょう。信用して平気か？するしかない。入って。お名前は？アリス。ひどい熱ね。ここ何日か野宿していて、もう限界で。2階に空き部屋があるわ。寝かせてきなさい。食事を持っていくから。アダム、案内してあげて。私は平気だよ。国境を越えるんでしょ。私のせいで遅くなるのは嫌。ゆっくり休んで。元気になったら明日出発よ。なんで人間は意地悪なの？悪いことしてないのに。人間はとても複雑なの。たまに理解できないことをするのよ。お話しするだけじゃダメなの？きっと分かってもらえるよ。話すより嫌いになる方が楽な時もあるの。何が好きか分からなかったけど、とっても美味しいスパゲティを作ってきたわよ。食べればすぐ元気になるはず。解熱剤も用意しておいたわ。ありがとう。これは洗濯しておくわね。ゆっくり寝るのよ。ちょっと下に行ってくるわね。
ゆっくり休めば明日には俺より元気になるさ。しばらくそばにいるよ。あなたの名前は？カーラです。この子は息子のアダム。私の名前はもう知ってるわよね。ほら座って、カーラ。真冬に変異体が女の子を連れて一体何をしているの？いろいろと事情が。今はただとにかく全て忘れてやり直したいんです。普通はアンドロイドを嫌うのに、なぜ助けてくれるんですか？私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの。周りの助けがあったからこそこうして今生きていられるのよ。本当にありがとうございます。あと一晩でも外で過ごしていたら。できる限り手を差し伸べるようにしてるだけよ。国境越えを手伝っていると聞きました。助けてください。川を渡るしかないわ。でも冬は川が凍ってる。とても危険よ。それにあのアンドロイドの生命のせいでみんなピリピリしてる。落ち着くまでの間はここに身を隠している方が安全よ。ずっと隠れているわけにも。あの子には普通の暮らしをさせてあげたいんです。国境を越えないと、何があろうと。お願い、助けてください。ローズ、来てちょうだい。一体どうしたの？メアリーがシャットダウンしたんだ。一緒に逃げてきた。国境を越えたら何をしようかっていつも話してて、愛してた。何よりも愛してたんだ。これからどうすればいい？そっとしておきましょう。アリス、どうしたの？寝てなきゃダメよ。でも眠くないよ。おいで、アリス。部屋にいたくないって言ってな。どうしたか？いえ、平気よ。俺は反対だ。今日はあんな事件があったばかりだっていうのに、危険すぎるだろ。警察がここで奴らを見つけたらどうする？刑務所行きだぞ。分かってるのか？刑務所だ。アダム、
それについてはもう話したでしょ。いや、もう黙っちゃいられない。人生が台無しになっちまうんだぞ。機械のために。機械じゃないと言っているでしょ。生きているのよ。生きてるのは俺たちだ。あいつらは違うだろう。父さんが生きていればこんなことにはならなかった。アダム、親に向かってなんて口を聞くの。あいつらをかくまったせいで刑務所に行くなんてまっぴらだ。いい加減にしなさい。もうやめて。気にしないで。たまにああやって爆発するのよ。父親が亡くなってからは特にね。でも悪い子じゃないのよ。今晩国境を越えられるよう準備しましょう。いい？待ってて、すぐに戻るわ。さっき何があったか見ていたんでしょ。見てたけど、でも話したくないの。ローズ、どうしたのかしら。カーナ、話しておきたいことがある。アリスのことだ。後にして。警察だ。警察が来た。どうしたらいい。全部バレちまうぞ。ドアを開けないと。いつかこうなると思ってた。言っただろ。急いでルーサー、アリスを連れて2階に行こう。アリス、お邪魔してすみません。アンドロイドの目撃情報がありましてね。ここのところ変異体の事件が多いでしょ。いくつか質問いいですか。入っても。もちろん。こんばんは。こんばんは。入れましょうか。ぜひ。何か変わったことはありませんでしたか。突然の訪問者とか。いえ、特にありません。お二人の他に誰か。あの、私の娘が今2階で寝ています。
にアンドロイドはいますか？いえ、アンドロイドはいません。君の名前は？アダム。アダムと言います。どうかしたのかい、アダム。アンドロイドが。彼、変異体の事件のことで不安になっているみたいで。何か変異体の情報はあるかな？見かけたことは？いえ、見たことはありません。そろそろ行きます。コーヒーどうも。おやすみなさい。誰かいるんですか？え、誰もいません。それじゃあお邪魔しました。失礼します。おやすみなさい。出発する準備を今夜出ましょう。